TSM の桑山です。今回ハードル講座第2弾ということで、前回は、リードウォーク、そして抜き足のウォーク、この2つを紹介しました。今回はこのウォークをスキップに変えて、リードスキップ抜きスキップ、この2つをお届けします。それではご覧ください。こちらは小学生ハードル、中学生ハードルの競技映像です。そして TSM では全員、小学生も中学生もハードルドリルを行っています。最初はリードスキップです。こちらは斜めから撮った映像です。前回学んだリードウォークと同じで、股関節から動かして乗り込んでいくことを意識します。スタート前に腰を高くキープしていきます。股関節を大きく使う、そして真下につく、これがポイントになります。ただしウォークと違って速い動き、スキップでは速い動きになりますので、動きをごまかさないようにしっかりとまっすぐ上げ、そして真下につく、これを繰り返し行っていきます。腕も大きく使っていきましょう。続いては抜き足のスキップです。こちらも斜めから撮った映像です。抜き足ウォークと同様に外から回すのではなく、まっすぐと引きつけてきます。スタート前に腰の位置を確認します。スキップから始まり、まっすぐ引きつけます。かかとをお尻の下に持ってくることを意識すると、膝も高く上がり、正面に抜き足を持ってくることができます。リードスキップと同様で、速さでごまかすのではなく、一歩一歩丁寧に真下に設置し、設置の時にブレないようにしっかりと地面を押さえていきましょう。皆さん、今回のハードル講座どうでしたでしょうか。ハードルドリルはハードルが上手くなるための基本の動作がたくさん含まれています。一つ一つ丁寧に、みんなで頑張ってハードル上手くなっていきましょう。それではまた皆さん、次回もお楽しみに。またね。